では、ここからは皆さんからいただいたメールのご紹介に行きます。ラジオシャンネーム。え、もうつべ、バラモさん。はい。中村さん、まあひかじさんこんばんは。は最近はスマホゲームをかなり進化してきましたが、お二人は将来的にこんなゲームがしてみたいとかありますか私はオープンワールドのウォーキングデッドがしてみたいです。<ー>いろんなところで NPC が自由に動いて、仲間を増やすプレイヤーや、一人で放浪したりなどずっと遊べそうだからです。<laughs> 同じ NPC でもプレイする度に全く違う動きとかしてると面白いですよね。はあ<ー>。まあ何年経っても出なさそうですけど。お二人は今なくてもこんなゲームがしてみたいというのがあればお伺いしたいです。というのを。これは 先週とかに俺らが散々言った俺らに聞きたいことなんかないんだろうっていう当てです。だそうです、うん。ああこれは我々に対する質問だったんですね。そうなんですね。あの、俺今までそういうカテゴリーだと見てなかった。俺もそう思ってた。<ー>もうちょっとね、なんか最近海沙さんは何々をしていますかみたいな。そうですよね。からそれだと思ってた、ね。ちょっとリスナーの自分トークの時間だと思ってた。<laughs> <laughs> そうそう。なんか言い方な。<laughs> 自分語りだみたいな。<laughs> いや別に嫌いじゃないからいいんですけどね。<う>これは質問だったんですね。そうみたいよ。あ<ー>ということで。 割と具体的な要望ですよねウォ,ンウォーキングデッドになっから、ね、タイトル上げてるしゾンビのとかじゃないからねスマホに要求するのはきついようなイメージもありますけどねオープンワールドゲームあーまあ遊べるやつもあるんですよすでに実はあるはあるよね結構難しいんですよねやっぱオープンワールドってまずやっぱりオンラインになると動機を取るっていうね難しさもあってそれが携帯で一人 不安定な人が入ってくるとそこにいる人全員に影響を及ぼしちゃうから、ね、それがね難しくてどうしてもマルチとかで4人までとか何人までっていうのになっちゃうねでもスマホでこれ以上遊びたいゲームって考えてみますけど今くらいがちょうどいいんじゃないですかね画面が小さいですし言ってみれば今の状態のスマホで遊ぶのにどんどんグラフィック進化させていって、ね、でフィールド広くしていって,ってなって画面が結局小さいじゃないですか。 やっぱ今の現状アナムネ室くらいが本当にちょうどいいと思うんですよね,まあね進化の到達点としては。あのー、これ以上動機、うん、の,の必要なゲームが増え、まあ、要はこういう完全なオープンワールドとかにしてきてさ、うん、みんなで動機を取らなきゃいけなくなると問題点が一つあるんですよ。はい、通信料ね<ー>常に動機を取り続けるからなんか。 外で数時間遊んだだけで、うん、人によっては、あの、月の通信制限に余裕で引っかかり出すから。まあまあまあ、そうですよね、うん。やっぱり、絶えず通信し続けるっていうのは、ちょっと、違う問題をはらみ出すよね。まずそこの技術を改革しないと難しそうではありますし、うんねうん、なんならスマホの形が大きく変わっちゃうぐらいのブレイクスルーが起きてくれればまた変わるかもしれない例えば、ホログラムになるとか。 未来。ねこれならゲームの形も変わるじゃん。未来やん。わ、こう、パッて手のひらから、パッて出て。それを最初に生かすのはゲームじゃないな。なんか違うことだな。地図とかだな。軍事かな。軍事産業か。まあ、だいたいそういうとこから生まれるからね。研究っていうのは。そのくらいの進化がないと、いかにスマホは打ち止めだと思いますよ。進化の方向性は。じゃ今の段階でこんなゲームしてみたいとのはあるええ、今の段階で。かけ尽くしてるかな。 バリ逆に今コンシューマーとか PC でできてスマホでできないことを洗い出した方が早いと思うんですけどああそれ言うと長村さんのい今言ってた通信の部分が一番でかいじゃないですか、うん、でかいねだからそうなってくるとそりゃもちろんねあの PC で遊んでるような完全同期のオンラインゲーム、ね、遊べるようになったらそれは最高ですがそれはそれでいいですよ あとはスマホをアダプターとして使うっていうか周辺機器として使うっていう前提で VR 関係の進化ですかね今スマホでもねちょっとアタッチメントをつけると VR ができるからガチャッとはめ込んであれでもっとゲームらしいゲームが遊べるようになれば見るものぐらいそうですか動画とかだよねまあゲームでも一部対応してるやつある VR に女の子と遊べたりするやつがその辺がもうちょっと踏み込んだそうですねむしろスマホ に変わるる新ししいいバイスが欲しいなな、ね、ゲーム作るんなら確かにね。えー、俺ね、この間ね、全然話変わるね。えー、この間、ふと思った、ほんふと思ったの、えーあのー。当時さ、ファイナルファンタジー13がさ、うんあのー、寄り道ができないってよく言われたじゃない。一本で済むって。はいはい、なんでだろうって考えたの、えーあのー。キャラの等身をさ、ドットの時三3等身、2等身からさ、うん 引き上げたでしょ。うん、リアル闘神にして、うん、リアル闘神にすると、メーターが発生するわけ。1メートル、何センチって。<ー>だから、このキャラクターは150センチです。はい、じゃあ、このキャラが一歩歩く距離はこうです。まあ、その歩く距離はキャラによって才が生まれた困るから、基本一緒なんだけど、うんうん、フィールド上に距離が発生するじゃないです,ですね。はい、昔ってさ、キャラを1ドッ,1ドットっていうか、1マスで作ったら、1マスずつ移動って、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょ。うんうんうん ってことはね、フィールド作れないよねって思ったの。言われてみると。確かに。今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。あ、あのー、あの開発が進んでるやつならあります。あまだやっぱ完成してないんだよね。完成はしてないです。だいぶ前に発表されて音沙汰、最近見ないですけど。いや、難しいと思うのよ。うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、ね、それで、例えばファイナルファンタジー7だったら、うん その星が存在するじゃん、うん、でいろんなところにチョコボだったり飛行艇で移動するでしょ、うん、あれをリアル闘神で急にやれって言われたら、まあ、今リメイクしてますけど、うん、かなり難しいというかコスト用っていうねまあそうですよねって考えた時にやっぱり闘神を上げてリアリティを増していくとやれることはステージクリア型に近いようなその行く場所を指定させてその中で遊ばせるっていうゲームスタイルに。 開発力っていうか、それもありますよね。うん、海外のオープンワールドゲームとかだと、それを本気でやっちゃってるやつもありますけれども、うんあ,れね、あれは、まあ、それこそ、本当にバカみたいにお金と人ているからできることがあそれでも大陸とかぐらいでしょ、うん、惑星じゃなくて。端に行ったら反対の側の端に出てこないでしょ それで考えた難しいよねそれこそ昔は壺とかのサイズも全部一緒でキャラクターとの比率は考えてたら、ね、キャラクターと同じサイズの壺を抱えて投げてぶち割って小さなメダルを集めるっていうだ,だから今は難しいっすねそう思うんだよねいちいちオブジェクト作んなきゃいけない、うん、<う>ドラクエ8のがせいぜいかなと思ったね、うん、ドラクエ8はフィールドマップちゃんと世界作ってたけどキャラクターの資上がってたからでもどうなんですか既存のエンジンを使っていればもう材料は揃ってるわけじゃないですか、うん アアンンンリアルエンジンとかそ,、ね、それだとまあ作りやすいってのはありますけど独自のエンジンジだときついでしょう、ね、でもさうじゃあそれで作ってもさ、ええ、都市はリアルサイズの大都市を何十個何百個って作るんだよいやーきついっすねそこに一人ずつ名前の違う NPC がいるんだよ <laughs> でそのサイズにしていくと今度は「えじゃあ俺ら今から50億体のザコザコの人作るんですか?」みたいな。<laughs> そこまでいくゲームが存在するかどうか今後今後ねもしかしたら革新的なまた技術が生まれるかもしれないですからねひょっとしたらね自動生成エンジンほん,なんか何からの自動生成だよねうん、うん、人,人の手前で作るのはもう限界っすよねおってことを突然思いました、うん、まあなかなかあれっすね 普通のゲーマーマななならそここままで考えないことを考ええいいとをすよねいやなんかね不意 <laughs> に思ってね、うん、そりゃまあ今の技術でゲーム作るの難しいなって思ったん哲学するゲーマーすね中丸さんワールドマップって難しいなってまあまあ確かにね<ー>開発者のこともおもんばかってそう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 いかないと我々業界人はそうね <laughs> <laughs> だからやっぱり一番ワールドマップが存在して RPG をしたいんならオンラインゲームになるよ うん、そうですね、うん、オンラインゲームはあのー、アップデートで追加していくからね、うんうん、それだったらいつか世界が一つの丸い球体になるかもしれなないいかなって思いますね,もっとね自由なオンラインゲームっいうのも増えてほしいですね、自由ねやっぱりどうしてもやっぱ縛りがあるゲームは多いので当、まあ、然ね、うん、いやー、語ったな。<laughs> そうっすね ということでエンディングになりましたね。スターオーシャンブは結構このマップ自体は作ってあったんだけど、うんうん、あのやっぱりエリアチェンジを挟んでるから、はい、そういう意味では、やっぱここら辺がこう一番現実的に世界を作る妥協点なのかなって思ったりはします。ということで、えー、今回一通しか紹介しませんでしたけど、お二人に伺いたいこと、 もう少し明確にしないと梶田さんがよくわからないって言っちゃうんで俺のせい <laughs> 俺のせいにされて名古屋さんわかってなかったのに <laughs> 俺わかってたようわっはっはこれ俺後の質問だなってあじゃあなんかもう質問、もうちょい質問っぽくしてくれると <laughs> あーそうだね俺が主体にしてもらえると質問梶田さんはバナナですかみたいなそういうあの <laughs> 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 そういうシンプルな英会話かな <laughs> 英会話初心者でもよく分かる英会話的なやつそうそうそう私はペンではありませんみたいなそういう感じで来てくれればもうちょっと答えが広がるかもしれません <laughs>、はい、<laughs> はいよろしくお願いしますそれではまた次回お会いしましょうお相手は中村ゆうちとマフィア・カジノでしたまた来週 それ言うと中村さんの今言ってた通信の部分が一番でかいじゃないですか、うん、でかいね、うん、だからそうなってくるとそりゃもちろんねあのピッシ遊んでるような完全同期のオンラインゲーム遊べるようになったらそれ最高ですがそ,、ね、それはそれでいいですよ、うん、あとはスマホをアダプターとして使うっていうか周辺機器として使うっていう前提で VR 関係の進化ですかね,<ー>ね今スマホでもねちょっとアタッチメントをつけると VR ができるからそうそうそうガチャッとはめ込んで で、あれでもっとゲームらしいゲームが遊べるようになるのは。見るものぐらいそうですね。なんか動画とか。だよね。まあゲームでも一部対応してるやつある VR に。ええ。女の子と遊べたりするやつが。その辺がもうちょっと踏み込んだ。そうですよね。むしろスマホに変わる新しいデバイスが欲しいな。そう。ゲーム作るんだな。確かにね。俺ね、この間ね、全然話変わるね。この間、ふと思った。本当ふと思ったの。ええ。あの、当時さ、 ファイナルファンタジー13がさ、うん、あの、寄り道ができないってよく言われたじゃない。一、はい、本で済むって。はいはい、なんでだろうって考えたの。ええ、あの、キャラの闘身をさ、ドットの時、三等身二等身からさ、うん、引き上げたでしょ。リアル闘身にして、うん、リアル闘身にすると、メーターが発生するわけ。1メートル。 何センチって。うん、ああ、だから、このキャラクターは150センチです。はい、じゃあ、このキャラが一歩歩く距離はこうです。まあ、その歩く距離はキャラによってサイが生まれた困るから、基本一緒なんだけど、うん、フィールド上に距離が発生するじゃないですか。すね。はい、昔ってさ、キャラを一度、一度っとっていうか、一マスで作ったら、一マスずつ移動って、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょ。でことはね、フィールド作れないよねって思ったの。言われてみると。確かに。 今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。ああのー、あの開発が進んでるやつならあります。あまだやっぱ完成してないんです、ね、完成はしてないですだいぶ前に発表されて、音沙汰、最近見ないですけど。いや、難しいと思うのよ。うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、そ,ね、それで、例えば、ファイナルファンタジー7だったら、うん、その星が存在するじゃん。うん、で、いろんなところにチョコボだったり、飛空艇で移動するでしょ。うんうん あれをリアル答申で急にやれって言われたら、まあ、今リメイクしてますけどかなり難しいというかコスト用っていうね。まあそうですよねって考えた時にやっぱり答申を上げてリアリティを増していくとやれることはステージクリア型に近いようなその行く場所を指定させてその中で遊ばせるっていうゲームスタイルに。 開発力っていうか、それもありますよね。うん、海外のオープンワールドゲームとかだと、それを本気でやっちゃってるやつもありますけれども、うんあ,ね、あれは、まあ、それこそ、本当にバカみたいにお金とじっと、いるからできることがあそれでも大陸とかぐらいでしょ、うん、惑星じゃんくて。端に行ったら反対の側の端に出てこないでしょえー、えー。うん。だからそれで考えたら。<laughs> 生かすのはゲームじゃないな。<laughs> なんか違うことだな。地図とかだな。 軍事かな軍事産業か <laughs> ああまあ大体そういうとこから生まれるからね、うん、研究っていうのは、うんまあ、そのくらいの進化がないといかにスマホは打ち止めだと思いますよ、ね、進化の方向性は今の段階でこんなゲームしてみたいっていうのはあるえー、今の段階ですかもうり尽くしてるかなバリエーションとしては逆に今コンシューマーとか PC でできてスマホでできないことを笑い出した方が早いと思うんですけどああ それ言うと、中村さんの今言ってた通信の部分が一番でかいじゃないですか。うん、でかいね。うん、だからそうなってくると、そりゃもちろんね、あの、ピシで遊んでるような完全同期のオンラインゲーム。ね、遊べるようになったらそれ最高ですそれはそれでいいですよ、うん。あとはスマホをアダプターとして使うっていうか、周辺機器として使うっていう前提で VR 関係の進化ですかね。<ー>ね今スマホでもね、ちょっとアタッチメントをつけると VR ができるから。そうそうそうガチャーッとはめ込んで。 で、あれでもっとゲームらしいゲームが遊べるようになるのか。見るものぐらいそうですなんか動画とか。だよね。まあ、ゲームでも一部対応してるやつあるし、VR に。女の子と遊べたりするやつが。その辺がもうちょっと踏み込んだ。そうですね。むしろスマホに変わる新しいデバイスが欲しいな。そう。ゲーム作るんなら。確かにね。俺ね、この間ね、全然話変わるね。この間、ふと思った。ほ当ふと思ったの。あの、当時さ、 ファイナルファンタジー13がさ、うん、あの、寄り道ができないってよく言われたじゃない、1本で済むって、はい、なんでだろうって考えたの。ええ、あの、キャラの等身をさ、ドットの時3等身、2等身からさ、うん、引き上げたでしょ、リアル等身にして、リアル等身にすると、メーターが発生するわけ。1メートル 何センチって。うん、ああ、はいはいはい、だから、このキャラクター150センチです。はい、じゃあ、このキャラが一歩歩く距離はこうです。まあ、その歩く距離はキャラによって才が生まれたら困るから、基本一緒なんだけど、うん、フィールド上に距離が発生するじゃん。ですね。はい、昔ってさ、キャラを一ド,ドットっていうか、一マスで作ったら、一マスずつ移動って、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょ。ってことはね、フィールド作れないよねって思った言われてみると。確かに。 今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。ああのー、あの開発が進んでるやつならありますあまだやっぱ完成してないんで、ね。完成はしてないですだいぶ前に発表されて、音沙汰、最近見ないですけどい。いや、難しいと思うのよ。うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、ね、それで、例えば、ファイナルファンタジー7だったら、うん、その星が存在するじゃん。うん、で、いろんなところにチョコボだったり、飛行艇で移動するでしょ。うんうん あれをリアル投信で急にやれって言われたら、まあ今リメイクしてますけど、かなり難しいというか、コスト用っていうね。まあそうですよね。って考えた時に、やっぱり投信を上げてリアリティを増していくと、やれることはステージ繰り上がる。ね、昔ってさ、キャラを一度、一度っとっていうか一マスで作ったら、一、うん、マスずつ移動って、すね、マスドット換算がドットじゃなくなるわけでしょ。って、ええええ、ことはね、 フィールド作れないよねって思った言われてみると。確かに。今まで海外資本とかでもさ、うん、地球一つを作ってるゲームってないんじゃないの惑星。ああのー、あの開発が進んでるやつならあります。あまだやっぱ完成してないんじゃない完成はしてないですだいぶ前に発表されて、音沙汰、最近見ないですけど。いや、難しいと思うのよ。うん、相当自動生成のシステムでも入れないと難しいと思うんだけど、ね、それで、例えば、ファイナルファンタジー7だったら、うん、その星が存在するじゃない、うん。 でいろろんなところにチョコボだったり飛空艇でで移動するでしょ、うん、あれをリアル闘神で急にやれって言われたら、まあ、今リメイクしてますけど、うん、かなり難しいというかコスト用っていうね。まあそうですよねって考えた時にやっぱり闘神を上げてリアリティを増していくとやれることはステージクリア型に近いようなその行く場所を指定させてその中で遊ばせるっていうゲームスタイルに。 開発力っていうか、それもありますよね。うん、海外のオープンワールドゲームとかだと、それを本気でやっちゃってるやつもありますけれども、あれ,ね、あれは、まあ、それこそ、本当にバカみたいにお金と地と、いるからできることあそれでも大陸とかぐらいでしょ、うん、惑星じゃんって。端に行ったら反対の側の端に出てこないでしょ うん、だからそれで考えたら難しいよねそれこそ昔は壺とかのサイズも全部一緒でから、ね、いキャラクターと同じサイズの壺を抱えて投げてぶち割って小さなメダルを集めるっていうあまあ。なん <laughs> <う>だから今は難しいっすねそう思うんだよねいちいちオブジェクト作んなきゃいけないおドラクエ8のがせいぜいかなと思ったね、うん、ドラクエ8はフィールドマップちゃんと。 世界作ってたけど、キャラクターの歳上がってたから。でもどうなんですか既存のエンジンを使っていれば、もう材料は揃ってるわけじゃないですか。うん、アンリアルエンジンとかそ,、ね、それだとまあ作りやすいってのはありますけど。やれのかな独自のエンジンだときついでしょうね。でもさ、うんうん、じゃあそれで作ってもさ、うんえー、都市はリアルサイズの大都市を何十個何百個って作るんだよ。いやー、きついっすね。そこに一人ずつ名前の違う NPC がいるんだよ。<laughs> でそのサイズにしていくと今度は「えじゃあ俺ら今から50億体のザコザコの人作るんですか?」みたいな <laughs> そこまでいくゲームが存在するかどうか今後今後ねもしかしたら革新的なまた技術が生まれるかもしれないですからねひょっとしたらね自動生成エンジンもうほんとなんか知らぬ自動生成だよねうん、うん、人,人の手前で作るのはもう限界っすよねおってことを突然思いました、うん、まあなかなかあれっすね 普通のゲーマーならそこまで考えないことを考えてますよね。いや、なんかね、<laughs> <laughs> 不意に思ってね、うん、そりゃまあ、今の技術でゲーム作るの難しいなって思った哲学するゲーマーマの。